はい、どうも、パワープロ大好き男、9番、深塚です。前回ね、うちが低迷してる原因が分かったということで、うちがね、低迷してるのはね、なぜなのか、ずーっとね、気になってたんですけど、分かっちゃいましたね。走塁以外全部弱いっていうことですね。単純に弱いですね。なぜか走塁は毎年いい位置にいるんだけども、単純にみんな足は速いっていうね。まあなかなか厳しいですけどね。ちょっとドラフトとかはオフシーズン補強して頑張っていきましょうか。とりあえずシーズン終わりまでやっちゃいましょう。やっちゃいましょう。感じだった。なんと、あ、ちょっと待て。これは5位か6位かの大事な試合。これ次負けたら5位転落。さあ、広島は？広島も今日試合あるのか？とりあえず勝ちたいっすね。とりあえずこの試合飛ばそう。勝て！頼む！よかったー！さあ、シーズン最終戦。て、まだ広島もおるやんけ。まだギリギリ5位ですね。これで勝ったら5位確定やね。これは熱い。5位か6位か。これうちはね、A クラス1、2、3位まで、4位、5位が B クラス、6位じゃないか C クラスって呼んでますからね。B か C クラスの戦いですね。これは確実に勝ちたい。さあ、恒例の最終戦をだけ見るっていうやつやりますか。誰見ようかね。ピッチャー見るたまには。いや、怖いか。なんで放流打ち、まあいいや。また放流打ちが試合に出てるっていうのはあるけど。たまには出してあげましょうか。どうしようかな。まだ野呂くんいんのかよ。野呂くんの打席になったら自分で操作するみたいな。そうしよう。最終戦のピッチ誰がいいかな。エースの高橋か。北浦か。メンデスでもいいんだが。それともアドゥアか。アドゥアが今年は全然ダメだからな。最後、エースの高橋拓斗か。どうする？ みんな決めて。北浦にする？北浦巻き込んでてかわいそうだけど、北浦にするか。いや、でも最後勝ちたいからな。勝ち運ある高橋の演技がいいわ。よし、そうしよう。勝ちを舞い込んでくれるはず。さあ、打線は？調子いい選手から使うか。まあ、山路は入れ替えるとして。まあ、ここ、高卒1年目で3割達成してますね、勝田君。さすが。まあ、ミント S だからね。こんぐらいやってくるでしょう。エイビの4番にするか。ハーンは5番にしよう。富樫じゃなくて平沢選手使いますか。センターかどうかは、センター守れるかどうか置いといて。まあ、どうせ使うなら、まあ、7番でしょうか。行ってこい。これで勝って B クラスに行こうぜ。B か C かなんかとか全然違うからね。球団初の B クラスへ。山手球場です。5位へ。あ、終わったー。終わりましたー。お、まだ分からん。あ、終わった。終わったねタートルズ悔し悔しい。 これでどうなるの、うちは。何位だ。あー、6位になっちゃったー。ただ球団初の最下位脱出で、初球丸も獲得したという。結局弱かったってことですね。単純にね、お金がないし弱いっていうね。なかなか脱出できる気がしん。お、なんか上がったり下がったり。さあ、オフシーズンですよ。藤平がいい感じですね。
まあ今年も覚醒した選手はいたし、だんだん強くはなってるっていうことでね、よしとしますか。だって60勝77敗なんて別に弱小ってことではないからね。さあ進めて、年間表彰式とか誰だか見ますか。オフシーズンは気楽でいいね。今年はどこが勝つのかな、どっちが勝つのかな。阪神が強かった、優勝してまうやろ。まあうちのチームもなかなか戦えるようになってきてます。さあさあ、じゃああれあれ買うか、ファンカンは買うんで。あ、ファンカンない、まだない。はい、さあ皆さんお楽しみの表彰式です。お、山地くんベストナイン、さすがですね。あとは今年は細かく見ていくか。西武の小玉そんな打てるんだね。ここは、あ、末金がファーストなんだ。ピッチャー山本って誰、左ピッチャー。今永が架空チームにいる。はい、お、山田初のゴールデングラブじゃないの、これは嬉しいですね。ハーマ取れんかったか、まあ打てんかったでね。山田すごくない？そもそも最初初期メンバーで二軍選手からをだけで始めるっていうやつで、完全に全然一軍出番ないという村上すごいな。山本と一緒だろうか。お、グリフィンがずっと二軍にいたのに採用しなかった。結構ねタイトル取ってる。はい、うわー、惜しい、ちょっと惜しかったな。明るい話題もありというね。山田のゴールデングラブが個人的にめっちゃ嬉しいな、ずっといた選手だから。まあ契約更改はちょっと飛ばしでいきますか。あのカットでいきますわ。あの吟味するんでね、カットで。はい、終わりました。ちゅうわけでね、野呂くんはクビにしましたね。結局さすがにね、野球が下手すぎたね。ちょっとあんまりね、野球が上手くない選手はうちにはいらないんでね、まあ、野呂くんとあとピッチャーね、池谷くんが左のショーツが入ってきたんでっていうことで左が多くなったんで、まあ誰消すかって言ったら、まあ池谷かなぁと。丹治くんもずっとね、球種が1個しかないっていうね、そっから増えないっていうところで、まあちょっと自由契約になったのと、あと中川がちょっと防御率が悪かったよね。あとね、外国人枠うち1つ余ってるんですよね。で誰消すか、グリフィン、ハーン、ボイル、あとメンデスがなんかここにはいないんだけど多分いるんで。メンデスいるよね。どういう、いるよね、ちょっとわかんないけど。え、逆になんかここに現れてないのよくわかんない、そういう仕様なのかわかんないだけども、まあ誰消すかってなったのはキノコかな。グリフィンと迷ったけどね。というわけで、はい、メンデス君はいるかな。そう、ドラフト全然見てないね今年。ドラフトに行く前にちょっと見ようか。あれ、メンデスは、あれ、メンデスって、どうしたの？消えた？ねえ、教えて、誰か。誰か教えてよ。メンデスいなくなっちゃったんだけど。あれ？どうした？誰か教えて。何があった？ねえ。
教えてよ。あれ？な、記録で見える？クビにしちゃった。また外国人取ってこないと。どうやって見れるんだっけ？入隊団とかで見れるよね、記録で。あれ、なんかいじったっけ、俺。チームユニコーンじゃなくて。契約入れで帰国。聞いてないんですけど。嘘でしょ。あら。ああ、キノコもう一回戻すか。それもあり、あの自由契約から一回取れるかな。嘘。結果的にそうなっちゃった。ま、とりあえずドラフト候補生見ましょう。今年はまあ毎年言ってるけどピッチャーだよね。すごい、すごいチェンジアップ投げる子いてない今。キャッチャーはね、まあいらないけど、野手もどうかな。ファーストが地味に欲しいかもしれないな。あとはどこだろうな。ピッチャーだよな、とにかく。まあ野手もいい人がいたら。だってファースト、ファーストエビナだし、セカンド、ハン、ショート、まだサードも埋まってるし、外野もガチガチやし、おらんな。野手取らんでいいんちゃう？てか、元も子もないんだけど、その選手取らずにね、選手数をね、1分の人数ぐらいだけにしてね、節約する方がいいんですよ、実際。結局それ。安い選手だけ取るってなるとまたね、意味ないよね、それはそれで。じゃあ見ますか。ピチャピチャピチャ。160投げるかもしれない。大平、そうやね、大平欲しいな。とにかくピッチャーや。ピッチャーは割といそうな、そんな雰囲気がある。どうでしょうか、ここら辺とかね。でも毎年こいつええやんって取って、能力低すぎんっていうのしかないからね。はい、とりあえず今日はそんなところで。お疲れ様でした。